はい、こんにちは、116インズです。スプリングトレーニングも始まり、新しいシーズンも目前ですが、今回はとある選手の現役引退について話していこうかと思います。ロイヤルズ、パドレスなど計4球団で13シーズンプレーしたファースト、エリック・ホズマーが現役引退することになったと本人から発表がありました。ホズマーは昨年カブスと1年契約を結んでいましたが、残念ながら成績が振るわず、5月下旬にチームからリリース。FA となっていましたが、結局昨年はその後どこのチームにも所属しない状態が続いていました。今回ホズマーはスポーツメディア会社を立ち上げるようで、その初回のポッドキャストにてプレーする日々は終わってしまったと語っていました。2017年オフにパドレスと結んだ8年契約はまだ2年残っていますが、それを満了する前にキャリアの方が先に終わってしまったということになってしまいましたね。去年のオフの時点ではまだもう少しやれるんじゃないかと個人的に期待していましたが、それは叶えませんでした。ホズマーはロイヤルズ、パドレス、レッドソックス、カブスの4球団でプレーしましたが、正直パドレスとの大型契約以降は半ば不良再建化してしまい、叩かれているイメージの方が強かったと思いますので、彼が最も輝いていたのはやっぱりロイヤルズ時代でしょう。2008年ドラフト当時、高校生ナンバーワンスラッガーとして注目を集めていたホズマーは、全体3位指名をロイヤルズから受けてプロ入り。当時のロイヤルズはチームの低迷が長期化していて、毎年のようにドラフト上位指名を手にしていましたが、このあたりでマイク・ムスタカスですとか、アレックス・ゴードンですとか、後のチームを支える選手たちを手にしていますが、ホズマーもまたその一人。瞬く間に球界の中でもトッププロスペクトと呼ばれるような選手へと成長し、メジャーデビューを果たします。デビュー後のホズマーはいい年と悪い年が交互に来るようなところもありましたが、在籍7年間合計のベースボールレファレンスサンスのウィンザーブルプレイスメントは 15.4。 ファーストにしてはパワーレスだったかもしれませんが、それでも20本くらいは打て、また広角に打ち明ける高い打撃技術も生かして、毎年ハイアベレージもマーク。打線の中軸を担い、ロイヤルズ時代のポストシーズン通算29打点はチーム史上最多となっています。ファースト守備に関しても当時は安定感があり、3年連続でゴールドグラブ賞にも輝いたこともありました。そんな輝かしいホズマーのロイヤルズ時代、一番のハイライトは2015年の世界一に大きく貢献したことですよね。この年はロイヤルズ打線の中軸として活躍したホズマーは158試合に出場し、ホームラン18本、 WRC プラス124、ベースボールレファレンスサンスのウィンザーブルプレイスメント 4.3 はチーム内ではこの年 MVP 級の活躍を見せていたロレンゾ・ケインに次いでチーム内野手2位。この当時のロイヤルズはスピードを前面に押し出した野球で他球団を圧倒していましたが、その中でホズマーのようにコンタクトできるタイプの打者はよくフィットしていたんじゃないのかなと思います。またこの年のホズマーで一つ特に印象的なプレーが個人的にありまして、それがメッツとのワールドシリーズ第5戦、9回のホズマーの走塁。世界一に王手をかけながらも、この試合はメッツ先発のマット・ハービー相手に何もできていなかったロイヤルズ打線ですが、9回にホズマーのタイムリーで1点差、なおもワンアウト3塁でサードにボテボテのゴロが飛びます。アウトになったらほぼゲームセットですので、普通は三塁ランナー、つまりホズマーですけれども、この場面でスタートは切らないと思いますが、サードがファーストへ送球した瞬間にホズマーがホーム突入。積極果敢な走塁で同点劇を演出し、その後突入した延長戦をロイヤルズが制したことで30年ぶりの世界一となりました。その後のジアセチックの記事で、ロイヤルズがメッツのファーストルーカス・ドゥーダのスローイングやや難があることを事前にスカウティングしていて、チャンスがあれば狙っていくと方針を立てていたからこそスタートを切れた側面もあるみたいなんですが、お世辞にも足が速いわけでもないホズマーがあそこで突っ込む判断ができた。これこそが当時のロイヤルズの強さであり、それを象徴するワンプレーだったのかなと思います。2015年の世界一をピークにロイヤルズはチームとして下降戦に入ってしまいますが、ホズマーは2017年にキャリア最高の1年を迎えます。この年は開幕前に WBC アメリカ代表として世界一も経験しているホズマでありますが、特に攻撃面で大きなインパクトを残した年でして、162試合全試合出場してホームラン25本、 WRC プラス135、ウィンザーブルプレイスメント 4.3。 これまでファーストとしてはちょっと攻撃力が微妙と言われがちなホズマでしたが、 FA 前に最高のアピールをしたわけですね。この結果としてオフにパドレスと8年総額1億4400万ドルの大型契約を締結。当時からこの契約については長い、高いと言われていた記憶がありますが、長年低迷から抜け出せていなかったパドレスからすれば低迷期の終わりの合図。そしてこのホズマーとの契約を皮切りにして大型補強をその後の年で進めていくことになるんですが、チームにとっては大きな転換のタイミングだったとも言えるでしょうか。ただ残念なことにホズマーのキャリアはパドレス移籍と同時に暗転していくことになります。パドレス時代は大型契約とは裏腹に全くの期待外れに終わりまして、4年半の在籍で稼いだウィンザーブルプレイスメントはわずかに 3.7。
ホズマンはもともとゴロの多い選手でしたが、パドレスに来てからそれに拍車がかかるような感じでゴロを量産。フライボール革命に代表されるように時代はどんどん打球に角度をつけていこうとなってきていたにもかかわらず、ホズマンの打球は引力に吸い寄せられ続けていたままで、基本的にはリーグ平均程度かそれ以下の打者でしかなかったと。またロイヤルズ時代からも指標上怪しさは出ていましたが、守備面もお世辞にもあまり良くはなく、攻守に貢献ができなかったがゆえにあのようなウィンザーリプレイスメントとなってしまったんでしょう。2020年の短縮シーズンだけはパドレス時代のホズマンの数少ない輝きで、38試合の出場ながらもこの年は WRC プラス128を叩き出しましたが、まあ本当にプレーで輝いたのはこの年くらいでしたね。ホズマーとの大型契約は全くもってうまくいっていませんでしたが、しかし大型補強やタティースの台頭などでパドレスは次第に力をつけ始め、コンテンダーへと成長。その中で不良再建化しているホズマーの契約をどうにか処分したかったのか、2022年あたりはたびたびホズマー放出の噂が持ち上がるようになります。そしてそれが具体化したのが2022年のトレードデッドライン当日、ナショナルズの若きスーパースターフアン・ソトの獲得を本気で目指していたパドレスは、マイナーシステムを全て売り渡すくらいの勢いでトッププロスペクトをパッケージに含め、まさに世紀のトレードが両球団間で合意に至ります。でそんなトレードにサラリーの調整要因としてホズマンも含まれていたとされます。ところがホズマンは自身の契約に盛り込まれていたトレード拒否条項を発動してナショナルズへの移籍を拒否。まさかの外のパドレス行きはホズマンの手によって保留となってしまいます。このホズマンの乱とも呼ぶべき出来事によって世紀のトレードが止まってしまったことが大きな話題を呼びまして、日本時間では深夜でしたが、ツイッターのトレンドにホズマンの名前が入るほどでした。というか外よりもホズマーの動向の方が注目されていたまであります。結局外のトレード自体はトレードを拒否したホズマーの代わりにルーク・ボイトが入ることで成立しましたが、この年のトレードデッドライン大きなハイライトでしたよね。ホズマーがナショナルズへのトレードを拒否した理由は再建中のチームでプレーしたくないとされていますが、とはいえナショナルズとのトレードで外、さらにはファーストのジョシュ・ベルも獲得したことでパドレスももはやホズマーを必要としていない状況となってしまい、ホズマーはその数時間後にレッドソックスへとトレード、パドレスが年俸のほぼ全てを負担するような形での移籍となりました。パドレス時代は何もかもがうまくいっていませんでしたが、レッドソックスで心機一転、新たなスタートを切りたいところでしたが、レッドソックス移籍後14試合で怪我をしてしまい、シーズン終了。トリストン・カサスを使いたいチームの意向もありまして、その後リリースとなってしまうと、昨年はカブスと1年契約を結びますが、31試合で WRC プラスわずかに67と振るわず、冒頭でも触れましたように、5月下旬にチームからリリースとなり、そして今回の現役引退へとつながってしまいました。まだ34歳と年齢だけ聞きますとまだまだやれそうですが、近年のパフォーマンスからして引退もやむなしだったかもしれませんね。ロイヤルズでは英雄、パドレスでは迷う方の名選手となってしまったホズマー。明らかに高すぎた大型契約で不幸になってしまった側面もあるとは思うんですよね。ホズマー自身はクラブハウス内での評価も高く、チームメイトからも慕われていた話はよく出ていましたんで、あの契約がなければもっとロイヤルズの英雄としての側面の方がクローズアップされたんじゃないのかなと思ったりもします。とはいえドラフト上位指名でプロ入りし、ロイヤルズ WBC で世界一、オールスターやシルバースラッガー賞に選出された経験もあり、ゴールドグラブ賞に至っては4度受賞、大型契約も手にしたりと野球選手としてしっかり一定以上の成功を収めたホズマ、スポーツメディアという新しい舞台での活躍にも期待したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。